それでは PS4 版試飲の体験版の生放送実況プレイ始めていきたいと思います。ちなみにこのゲーム PS ビータ版のね体験版を一応実況したことがあるんですけども、その時にゲーム音の音量が小さすぎて使い物にならなくなったっていうね逸話がありまして、なんで一応初見じゃないといえば初見じゃないんですね。PS4 版は初見なんですけどもね。古典のメガネをかけた女の先生、あいついなくなったらしいよ。何それ行方不明とか。うん、急に消えちゃったんだって。図書室でさ。マジマジ？図書委員の子から聞いたんだけど、山口に何か調べ物してたみたい。で、いつの間にか姿が見えなくなってたの。けどあいつって真面目じゃん？挨拶もなしに帰ったのがおかしいって委員の子は思ったわけ。だからあいつのいた席を見たの。そしたらさ。という、まあ、グロい映像もありますよと。変なあざがあったっていうし、山口に間違いないよ。犬に噛まれたみたいなキモいあざ、ひどい言われようやん。前あいつに見せてもらったんだけど、知らないうちにできてたんだって。それってマジマジ？ミキッチの足にも似たようなあざがあったんだけど。え、ミキってあの？どの？うん、行方不明になっている。なんかやばない？それ。もしかしてさ、例の呪いのあざの噂、マジだったりして。呪いのあざ。耳に入ってきたのはたわいない怪談話だ。恐ろしげに話しているが本気で信じているわけではあるまい。どうせ家に帰るまでの退屈しのぎだろう。噂などそんなものだ。そろそろ日が沈みそうだ。あいつの長話に付き合っていたせいですっかり遅くなってしまった。急ぐとしよう。まあ、この人が主人公こと僕ですね。遠くで空の鳴る音が聞こえる。ここはベースキャンプとなる九条館と言われるところですね。酩酊した時のような不快感が頭の中を渦巻いている。今は何時だろう。反射的に左腕を見るが腕時計はない。コートのポケットにしまったか。だが入っていたのは一枚の名刺だけだった。名刺には流麗な文字で名前が書いてある。九条館主人心霊治療科九条さや。裏には目の前の館の写真が彫られていた。すられていた。この館は九条館というらしいが、その時右手首に浮かぶそれに気がついた。ああ、これ完全にキモいあざですわ。得体の知れない寒気を感じた。このポーンって音ね、ドラマのトリックの効果音みたいなね。これ結構頻繁になりますんで。これ
館の主人に後で謝ることにして中へ入ることにした。不法侵入ですよ。館の中は薄闇に包まれていた。窓から差し込むかすかな光で周囲がぼんやりと見える。秒針の時を刻む音だけが響き、他に何一つ物音はしない。どうやらここは玄関ホールらしい。2階まで吹き抜けになっている構造のようだ。誰か救いはないんですか？声を張り上げてみたが反応はない。防音がしっかりしていて上の階は聞こえないのだろうか。そんな発想ないでしょ。ならば2階へ向かうしかなさそうだ。正面に階段がぼんやりと見える。そこに向かって広々としたホールを横切る。その時妙な音が聞こえた。音の聞こえた方へ視線を移すと、出た。じっとこちらの方を見ているようだ。無視して2階へ行く。人影に声をかける。人影に近づく、まあ、常識的に考えたらこの真ん中でしょう。おい。やっと久々に1年ぶりに出した声であった。おい。しょうがねえな。人影はどうやら少女のようだ。こちらが近づいても微動だにしない。気のせいだろうか。彼女は呼吸すらしていないように見えた。死体。不吉な想像に背中がじわりと汗で濡れる。どうすればいい？これも半分犯罪ですよ。ゆっくりと少女へ手を伸ばし、その肌にそっと触れる。指先から伝わる少女の感触はどこか気持ちが良かった。腕に力を加えると少女から先ほどの奇妙な音が聞こえた。そこでやっと気づく。これは人形のようだ。遅っ。人形の体を動かすと関節がきしんだ。これが音の正体だ。安心はしたが、どこか拍子抜けした気がする。何期待してんだこのおっさん。踊り場にたどり着いた時、けたたましい鐘の音が静寂を破った。音は頭上から聞こえてくるようだ。見上げると闇の中にうっすらと時計が見えた。あれが原因のようだが、時計に近づく。無視して部屋へ向かう。鳴り止むのを待つ。まあ、アクションを起こさないとね。2階へ着くと音を頼りに前へ進む。そこにあったのは古風な振り子時計だ。間違いない。原因はこいつだ。中を調べようと正面のガラス戸に手を伸ばす。完全に意志を持ってやがるぜこいつ。不可解な出来事にしこりを感じつつその表現おかしくないか違和感を覚えつつとかじゃないのか。しこりって中に誰もいませんよ。何か妙な匂いがする。熟した果実のような甘ったるい匂い。
それが部屋中に充満している。アロマテラピーだろうか。それにしては不快な匂いだが、匂いに誘われるようにして部屋の中央へと進んでいく。フローリングの床が濡れている。ふと鼻をくすぐる甘い匂いに別のものが混じっていることに気づく。嗅いだことのある不快で生臭い匂い。一瞬グロ画像が稲光に照らされて一瞬何かが浮かび上がった。足元の床に広がる色鮮やかでグロテスクな光景。そこに奇妙な何かがある。ハスコラ。女の腹を裂き赤く濡れた姿をぬらぬらと輝かせている。表現。お、誰かいたぞ。また結構見えますね。きっと電気つけてくれたんやな。改めて周囲の様子を観察してみる。ホールを飾る調度品はいずれもアンティークと言っていい年代ものだ。古めかしい館にはよく似合っている。目が開いてますよ。腕の球体関節さえ見えなければ人間としか思えない。これも館の主人のものだろうか。女の腹から花が咲いて死体が霞のように消えてしまった。それが信じてもらえるのならだが、無理ですね。え、なんて。瞬きした。うわー、喋った。人形は自分に向かって語りかけている。そこはボイスないんかい。普段はただの人形のふりをするよう主人に命じられておりましたので。少女は流暢な口調で言葉を紡ぐ。だがその表情は全く動かない。人間に見えるようでもやはり人形だ。人形はゆっくりとした動作で手を組んだ。動くこともできるのか。怖い。私の名はメリーと申します。あなた様が見たであろう異変はすでに察しております。我が主人九条さや様は印から逃れることができなかったのですね。九条さや、あの死体のことか。主人であるさや様は印から逃れる方法を調査しておりました。あなた様もその腕の印のことで主人に呼ばれたのではないですか。このキモいあざのことらしい。亡き主人に代わりあなた様へお伝えすることがございますが、その前に一つお尋ねします。あなた様はご自身の名前がわかりますか。俺の名前は、頭が思い出せない。
全身から汗が噴き出す。喉がカラカラに乾いていくのを感じた。それを説明する前にまず、あなた様のこれからの名前を考えましょう。どうお呼びすればよいかわからないのは不便でございますから。それにあなた様自身も名無しのままでは不安でございましょう。主人公の名字を決めてください。最大5文字まで。屋敷っていうものか、これは。のぶし、ノーマル、あと能力、のんびり、のきなみ。どんな予測だよって毎回思うけど。の。名字はのでよろしいですか。かずお。普通の名前だな。武士、豚プレイヤー豚なんて撃ったかみたいな。武士、武士、武将、武将、武将。の武士でよろしいですか。のたけしでよろしいですか。主人公の見た目を決めてください。まあ、一応ヒゲも剃ってるんでね、僕、リアルは。メガネかけてるんでね。まあ、こんな細くないですけどね。これ2倍ぐらい太いですけど。2倍はないけど。の武士だ。承知しました、の様。では、印についてお伝えすることにいたしましょう。その印は死の刻印。刻まれた者は近いうちに命を落とします。信じられませんか。今まで怪異と無縁な世界に生きてきたあなた様には荒唐無稽に聞こえるでしょう。しかしそれは事実であることは主人の死を証明しております。確かに人間技とは思えない現象だ。確かに。印の恐ろしさはそれだけではございません。犠牲者は死を迎えるその日まで少しずつ記憶が壊されていきます。事故の消えゆく恐怖に苛まれながらやがて死を迎えるのです。まさか今の自分は。名前という大切な記憶が失われたのは死に近づいている証拠。野様、あなたは本日の夜明けに死を迎えます。早っ。死因。メリーの宣告を聞いてひどいショックを受けたところまでだ。これも印による記憶障害のせいなのだろうか。九条家の客室で横になっていた。頼りない足取りで階段を上り、ここまで歩いた記憶はなんとなく残っている。いつの間にか眠っていたようだが、おかげで気分はマシになったようだ。今日の夜明けに死ぬか。ショックを受けたのは確かだが、まだしっかりと実感できていない。唐突すぎるし内容も非常識だ。だがもし事実だとしたら、早々にしてこのゲームは終了となることだろう。人間と違い、待つことに退屈したりはしないのだろうか。おはようございます。喋った。
良くなった。まあまあだな。最悪だな。まあ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 。さて、少し落ち着かれたようなのでお尋ねしたいことがございます。あなた様はこれからどうしますか。私から提示できる道は2つ。1つは座して死を待つ道、もう1つは印に抗う道です。助かる望みならございます。主人である九条さや様は印を調査しておりました。死の数日前、あの方はおっしゃったのです。印から逃れる方法があると。押村君は詳しいことを聞く前に亡くなられていたことでございます。ダメじゃないですかそれ。結局わからないのか。夜明けまで時間はあります。天から垂れる雲の糸のようなか細い可能性ではございますが、もしあなた様がそれにかけるならば、私めも協力いたしましょう。もうゲーム始まんないよ、協力しないと。死にたくなければ望みが薄かろうと、その刻限まで印に抗うしかない。メリーの言葉が嘘なら何事もなく朝を迎えられるはずだ。だがそれでいいのか。常識ではありえない奇怪な方法で人が殺されている。その事実から目を背けるのか。これは生と死のかかった選択だ。慎重に考えなくてはならない。Live or die。 デッドリーチョイス。探索中には死に直面する選択を迫られることがあります。回答には制限時間があり、刻々と霊魂が減っていきます。タイムアップ5回答で霊魂が尽きるとゲームオーバーとなります。急いで、しかし正しい回答を見つけ出しましょう。霊魂の回復。減少した霊魂はデッドリーチョイスをクリアすると一定値まで回復します。高速表示。L1 ボタンを押している間、メッセージが高速で表示されます。ただし一部のメッセージでは高速表示が行えないこともあります。バックログ。オプションズボタンを押すことでこれまでのメッセージを読み返すことができます。オートモード。メッセージ表示中に R1 ボタンを押すことで自動的にイベントが進行するオートモードが開始されます。ウィンドウの非表示。三角ボタンを押すことでメッセージウィンドウを非表示にすることができます。てか今頃。では野様にお尋ねします。おとなしく死を待ちますか、それとも印に抗いますか。印に抗う。ちなみにこれ死を待つを選ぶと普通に死にますね。ゲームオーバーになります。このビータの時の体験版でやったことあります。ではこのメリー、主人の意思を継ぎあなた様をお助けいたしましょう。不肖の身でございますが、何なりと仰せつけくださいませ。こんな夜更けに非常識な客もいたものだ。あなた様以外の印を刻まれた者、印人が訪ねてきたようです。喋る人形だけに何か不思議な力があるのかもしれない。申し訳ありませんが、私の代わりにお客様を迎えていただけますか。私のような人形がお出迎えしたら驚かせてしまうでしょうから。それに腕を動かすくらいならともかく歩くことはできないのです。訪問客は深夜の時間帯にそぐわない顔ぶれだった。
可愛い。早速メッセージウィンドウを消しますよ。小さな男の子だ。警察に捕まっちゃいますよ、こんな子連れ歩いてたら。おじ？館にいる以上、真正直に赤の他人というわけにもいかない。九条さやの弟子だ。九条さやの親戚だ。九条さやの恋人だ。うん、まああんまり関係なさそうですけどね。年下には見えないんだな。そういえば九条さやの名刺には心霊治療家とかあったが、彼女の身につけたグッズを見る限り心霊方面のファンかもしれない。私、渡辺萌えです。さや先生が月刊オーパーツに出した記事のことで相談に来たんだけど。こんな時間にかい。そこには例のあざ、印の写真が掲載されていた。その横に書いてある内容は、このあざには記憶障害の霊障がございます。あざのある方は一度九条館までご相談ください。そう言うと萌えは足がよく見えるようスカートの裾をめくり上げた。来た。あらわになった右足の太ももには印が浮かび上がっていた。そのイベント絵を見せてちょうだい。物忘れが激しくて友達の名前がすぐに出てこない。これはだいぶ進んでますね。やっと喋った。今の時代ね、霊とか呪いとか子供だって信じませんよ。高校生にもなってちょっと恥ずかしいですよね。君だって九条館の門の前をうろうろしてたじゃん。左手のあざのこと本当はビビってるんでしょ。図星ですな。二人が印人なのは間違いなさそうだ。わっ、かわいい。これドールってやつだよね。こんな大きいのもあるんだ。細かいところまでしっかり作られてますね。まるで生きてるみたい。喋った。こうして二人の幼い訪問者も足を踏み入れてしまったわけだ。死と隣り合わせの怪異の世界へ。さてお二方、さや様の記事を信じわざわざ九条館を訪れたということは、記憶が失われる症状について心当たりがあるのですね。太ももの絵ないのか。ないっすね。まあ、もっと進んだ後に、まあそういう CG がありますけどね。嬉しい CG が。君の印どこでついたんだ。この子たちは自分ほど記憶の欠落はひどくない。何か覚えているかもしれない。私の印って花彦くんの呪いなのかも。花彦くん、聞いたことがございます。この町の子供たちの間で噂になっている幽霊ですね。亡き主人も興味を持っておりました。印と関係あるかもしれない。その花彦君のことを聞かせてくれ。
承知いたしました、野様。ではお話しいたしましょう、花彦君の噂を。花彦君。第一章、花彦君。H 市のあちこちの学校で噂になっている例の男の子の幽霊、花彦くん、また出たらしいよ。その花彦くんなんだけどさ、夜学校の鏡を覗くと現れるらしいの。でね、質問してくるんだって。僕、綺麗。その時、いいえって答えたら大丈夫なんだけどさ、はいって答えちゃうと、じゃあ赤いのちょうだい。そう言い残して花彦君は消えちゃうの。でもね、それで終わりじゃないんだ。花彦君は大人が嫌いでね、もし質問した人が大人だったら死んじゃうらしいよ。それも変な死に方でさ、体中の血液を抜かれてたらしいの。でさ、死体のそばには一輪のバラが残ってたんだって。血に濡れた真っ赤なバラが。得てして噂とは歪みやすいもの。人から人へ伝播するうちに勘違いや思い込みも混じるでしょう。ですが真実を含んでいることもございます。萌様、あなたは何かご存知なのでは。私の印ってさ、 H 小学校で花彦君を調べてるときついちゃったみたいなんだ。もろそれじゃないですか。萌に詳しい話を聞く必要がありそうだ。いなかった。実を言うとよくわかんないんだ。噂になってる鏡の前まで行ってたんだけどさ、急に背筋がゾワッとして怖くなって帰っちゃったから。印にいつ気づいた。家に帰ってお風呂に入るとき、太ももを見たら変なあざがあってさ、マジでびっくりしたし、すぐ鞘先生の記事にあったあざだって気づいたんだけどね。次は何を聞こうか。口裂け女の亜種かな。ああ、そうっすね。まあ私綺麗と僕綺麗みたいな、トイレの花子さんみたいな感じもするけど、心霊系の記者を目指しててさ、生で幽霊を見たいと思ってたの。 H 小学校で花彦くんを見たって投稿をオカルト雑誌で見つけてね。普通の小学校に入るのはまずいけど、 H 小学校ならいいかなって、どういう理論やそれ。あそこは廃校だもん。大体の事情は聞けた。花彦君がいるかどうか曖昧だが、 H 小学校から帰ってきたら印があったのは確からしい。もしかするとですけど、僕のも花彦君のせいかも。これに気づいたの T 小学校から家に帰った後だったから。花彦くんって H 市のいろんな小学校で目撃されてるんですよね。どこでも出るってことか。T 小学校、僕の通ってる学校です。 H 市で一番偏差値の高い小学校ですし、当然知ってますよね。知らなかったわ。家に帰る途中、忘れ物に気づいて学校へ戻った時です。花彦くんは見たのか。それは見てないです。特に寒気とかも感じませんでしたし。あ、でも鏡の前は通ったのかもしれません。家に帰る前トイレに寄ったから、司から聞ける話はこんなものだろう。
ハノヒコ君の噂と二人の話にはいくつか共通する点がある。偶然の一致とは考えにくいが、ハノヒコ君の現れた場所を調べてみる必要がありますね。あなた様だけではなくお二方のためにも。何を調べろと言うんや。死と生とは同じ場所にあるもの。もしそこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。探し出してください。印の呪いを消滅させるための鍵を。逃れる術はそれしかありません。いつの間にか大層な重荷を背負わされているようだ。さて、花彦君は H 小学校と T 小学校2カ所に現れたようですが、どちらを調べましょうか。そりゃ本命っつったらこの廃校の方でしょうな。そりゃそうだよね。普通の小学校に忍び込むなんて逮捕されちゃうもん。現実的な理由来たな。こちらは住所と仕事どころか本当の名前すらわからない中年男だな。かなりやばいな。もし捕まったら言い訳できる自信はない。君ついてくる気か。私花彦君を見るの諦めたわけじゃないし、真っ先に死ぬタイプやな。僕も行きます。おい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 、君まで本気か。だって自分の命がかかってるんですよ。おじさんが失敗したせいで僕が死ぬなんて嫌ですから。可愛い顔をしてなかなか言うものだ。だが子供を連れて行くのは。野様、その躊躇は理解できます。ですが印は子供であろうと容赦なく牙を剥き命を奪うでしょう。彼らが印に抗うというのなら、その意志は尊重されるべきかと。怪異の住まう世界では人の世の常識は通じないらしい。生き残るためにはいろいろと腹をくくる必要がありそうだ。ただ連れて行く印人は一人だけにしておいてください。大勢で行くと怪異に気づかれる危険性が増しますから。あと道中はくれぐれも道草を食わぬようお願いします。外の人間との不要な接触は印の進行を早める可能性がありますので、やむを得ない場合を除き最低限に控えてくださいまし。いってらっしゃいませ。くださいまし。同行者の選択。まずは同行者となる印人を選択しましょう。印人の選択はパートナーから行えます。そうだ、おっさん。メリーちゃんから聞いた話、ちゃんとメモした方がいいんじゃない?おじさんの記憶は怪しいって話だし、忘れちゃったら大変だよ。まあ、ヒント的な。ハノヒコ君の噂。怪異ファイル。怪異に関する重要な情報は怪異ファイルに追加されます。怪異ファイルはバックから確認できます。困った時には参考にしましょう。ゲームのセーブとロード。館と怪異スポットではセーブが行えます。セーブデータをロードしたい場合はバックのメニューからタイトル画面へ戻り、続きからを選びましょう。まあ最初はね、渡辺萌ちゃんにしますかね。喋った。怪異ファイル花彦君。まあいいか。さっき見たし。渡辺萌、女性、高校生、オカルト好きの女子高生。H 小学校で印をつけられ、霊能者である九条さやの助けを求めて九条館へ。少々変わり者だが、いつも明るく快活でマイペースな少女。ほう。
今勝手に表情変わった？ランダム？肉体8、知能9。こっちの方が知能高いのか。霊力12。これは目的地を教えてくれる感じのやつか。音量調整済みでございます。この辺でいいか。さて、H 小学校へ向かう方法だが、メリーが言うにはガレージにある車を月に使っていいらしい。九条家のガレージは館の離れにあった。瀟洒な空間にはそれとよく似合う高そうな乗用車や自転車が並んでいる。幸い車のキーはテーブルの上に無造作に置いてあった。早速出発しよう。メリーちゃんの話だと、おっさんって記憶をたくさん失ってるんだよね。そんな状態で車を運転できるの？ごもっともですね。萌が疑わしい眼差しをこちらへ向ける。大丈夫、問題ないはずだ。ハンドルを握っていればそのうち思い出す。怖すぎるやろ。免許も持ってないよね。おまわりさんに見つかったら花彦くん調査どころじゃないけど。だから命がかかっている以上手段を選んでいられない。その時に再発行してもらうとするよ。ちゃんと免許を取ってたら。だがな、怖え。乗りたくねえ。エッチアモーレエッチアモーレって何ですかね。実際にこうしてハンドルを握ってみると、もはや不安などの入り込む余地はない。考えるより早く体が機敏に反応して、この鉄の塊を見事に操っていく。だがそうなると今度はやることのなくなった考えの方が鎌首をもたげ始める。こちらの沈黙に耐えかねたように萌が口を開いた。記憶が消えていくってどんな感じ？答えに困る質問だ。どんな感じとは？全部一気に消えるの？それともバラバラに？悲しい思い出だけ残るとかだと嫌だと思って。そういうわけではないと思うが。空白で塗りつぶされた、そんな感じだ。こりゃ好感度上がってるな。とにかく例の鏡を見るとして、その後は何を調べればいいんだろう。わかる？おじさん、自分の名前すら思い出せない男にそんなことを聞くのが間違っている。館の人形、印人。印、怪異。
そして奇怪なし。次々と湧き上がってくる想念に押しつぶされそうだ。暗い道の先に何が待っているのか。ハンドルの上で警告するかのように手首が小刻みに震えている。頭には分からなくても肉体はとっくに感づいているのだ。死に近づいていると。危ないおっさんやな。死亡事故多発現場。着いたぞ。廃校となってからすでに数年が経過したらしく、校舎の壁のあちこちがひび割れ、ガラス窓もすっかり割れてしまっているようだ。校門の前には関係者以外の立ち入りを禁じるための太い鎖が張られている。ちょっとちょっと、何やつ。元気のいい声とともに現れたのは警備員の制服を着た男だった。どうやら巡回中の警備員に見つかってしまったようだ。ここは市が管理してる場所だから立ち入り禁止なんだ。知ってるでしょ。それとも何、最近よく心霊スポットで肝試しをする連中がいるんだけど、あんたらもそうなわけ。違うよね。ここは正直に行きません。嘘をつきました。そうだよね。いやー、しっけしっけ。では本館はって言い出しそうだ。では本館はこれにてとか言い出しそう。いいね。前に忍び込んだ時は警備員なんていなかったのにな。見つからないようにしないとね。何かあったってことか。会議スポットでの移動。会議スポットでは方向キーで移動できます。地図で自分の向きとか移動できる場所を確認しながら先へ進みましょう。うわ、くら。これじゃ何も見えないし。屋内では月明かりも届かない。さすがに懐中電灯を使うしかなさそうだ。ライトなんか使ったら警備員に見つかっちゃいそうだけど、まあ仕方ないか。ちなみにあの鏡は確か向かって右の方にあったはず。階段にあったと思う。会議スポットの調査。左スティックを操作すると今いる場所の調査を開始します。調査中に調べたい場所に光を合わせ丸ボタンを押すとその場所を調べます。調査中に×ボタンを押すと調査を終了します。調査中に方向キーを操作した場合は調査を終了して移動します。調査中って言いづらいんだよな。注意や連絡事項の書かれたプリントだ。ちぎれたプリントをめくってみたが、特に何も見つからなかった。もう汗ぶりな。東階段の鏡に手形をつけて遊ばないでください。掃除当番が困っています。自由研究発表会、1階多目的教室。みんなの研究結果です。見てみましょう。それより東階段の鏡って、私が見たのはこの鏡だと思う。
まずそこに行ってみるか。向かって右。注意や連絡事項の書かれたプリント、あ、これも読みましたね。下駄箱の前には、え、あ、スノコか。むず、漢字スノコむず。壊れてしまっており、踏むとぎっしりと音がした。下駄箱は痛みが激しく、砂と埃が表面を覆っている。何もなさそうだな。そしたら右に行くか。何かいる。廊下に足を踏み入れると、小さな影が足元を横切った。ライトで照らしてみると、それはウサちゃんだ。かわいい。ウサちゃんって、どう見てもなんかマガマガしいモンスター系のウサギやったけどな。黒いウサギ、あれも怪異の一つなんだろうか。ん？どれだ？ないっすけど。ないな。あんなウサギ怖いよな。黒いし、目赤いし。絶対前歯で攻撃してくるやつだ。絶対状態異常攻撃やってくるやつだ、あれ。前は この鏡の前まで来たの間違いないって。なるほど。その時じくりと手首に痛い衝撃が走った。まるで肉に食い込むような痛みだ。痛みから意識をそらすように萌との会話を続ける。見た限りは普通やな。見る。鏡の中で自分の影が揺れ動いた。最初はそう思った。動いたから影も動いたのだと。これは自分の影ではない。何かが鏡の中にいる。花彦や、これは幻覚などではなく、確かにそこに存在しているらしい。筋肉は硬直し、視線を切ろうにもまぶたを閉じることすらできない。怖っ。それの口元がわずかに揺らぐ。見たくない。だが目を閉じることすらできない。それが口を開く。異様な声がうーんに染み込んでくる。ライブ終わった。デッドリーチョイスやな。いい絵だっけか。で、大人が嫌いなんだよな。赤いのがあればなのに。何？もしかしておじさんなの？まだ20代、クラスで一番背が高い、そういう年かもしれない。逆によく騙されるなこいつ。おじさんやろ、どう見ても。学校には大きい人は来ちゃいけないんだ。
バレてる。もう大きい歯来ちゃダメなのに。生き残った。その時校舎の反対側の方から絶叫がこだました。いや、どう見ても花彦くんやな。っていうか、あんなにすぐ出るなんて早いな。10分も経たずに出たぞ。さっきの悲鳴、あれって外で会った警備員か。彼もどこかで何かを見たのかもしれない。声はずっと遠く廊下の向こうから聞こえてきた。いるとすれば校舎の反対側だろうか。絶対襲われてるよ。耳のすぐ近くで誰かのささやきが聞こえた。赤き者にて清めよ。守護霊的な。鏡の花彦くん。あ、黒いウサギあったわ。バカげているが、これだけ立て続けに怪異に遭遇すると少しばかり場違いなウサギが現れようがどうということはない。だが恐怖に麻痺していくこの感覚こそ危険かもしれない。進行状況的なもんか。なんか踏んだぞ。蛇だ。廊下は毒蛇の群れで埋め尽くされていた。ギャー、蛇が。封鎖されているようですな。物理的に。ん？カラス。校舎の外にカラスでもいるんだろうか。調べろ。そう来たか。なんかトロフィーとかありそうですね。あれを全部見たとか。ん？穴あき防災頭巾を手に入れた。自動用の黄色い防災頭巾、穴だらけで中綿も抜けており、効果があるのか疑問な状態。子供サイズだが無理をすれば大人でも被ることができる。なんだ、防具的なものか。ちょっと暖炉を思い出すな、こういう蛍光灯とか調べてると。
そうか、通路でも調べることができるんだ。張り紙には注意やお知らせが書いてある。一番上には落とし物をした人はと大きな文字で印刷されている。落とし物は職員室の保管箱で預かっています。探し物がある人は職員室に来てください。職員室に何かあるってことか。まああんまり重要そうなものはない感じやな。鍵がかかってる。ん？意味なしか。一年教室。荒れてんな。ペットボトルを手に入れた。ボトルの中には何も入っていない。絶対出てくるよね、これ空きボトルって。で、絶対水入れられるんだよね。定番アイテムやな。壁に穴が開いている。穴の中に腕を差し込んだが、途中で穴が細くなっており、奥まで届かなかった。道具か。使えそうなものないな。穴の奥には何かが詰まっているのが見える。お、ペーパーナイフを穴に差し込み、奥にある何かを書き出した。やったぜ。ボロボロのお札を見つけた。ボロボロのお札を手に取ると温かな何かが流れ込んできた。やったぜ。最大体力アップ。霊魂が多いほどデッドリーチョイスを有利に進めることができます。やったぜ。誰か中にいる。顔、さっきと同じ人ですよね。勢いすごいな。顔の半分は植物のようなものに蝕まれている。だ、あ、あ、俺は、間違いない、あの警備員だ。間違いあるだろ、これ。トゲが顔に、あら、俺の顔、どうなって。楽しそうで結構じゃないか。ここには恐ろしい何かがいる。座り込んでいるわけにもいかない。花彦か。めっちゃ立ってたね、後ろに。向こうから来る前にこちらが秘密にたどり着かねば。
警備員はこの扉から飛び出てきた。中に何かあるのかもしれない。花彦くんの秘密に関わる何かが。あの印が焼けるように熱くなっていた。植物化した警備員。もう植物化っていう名称なのか。行くぞー。ふうって。何もなさそう。あ、別の部屋につながっている。ん？やったぜ。2000か。2倍だ。火災があった。あとはこの部屋か。物置。どうやら教育日誌のようだ。紙の劣化と虫に食われて読める状態にない。床に扉が切られている収納スペースでもあるのだろうか。大人が入れるぐらいの大きさのかなりしっかりした扉だ。取っ手の金具は収納式だが、掴もうとしてもうまく引き起こせない。ペーパーナイフを使えば取っ手を引き起こせるかもしれない。そう思ってその場にしゃがみ込むと、印が再び手首に食い込んだ。まるで床下について調査するのを拒むかのように。気になるのは確かだが、ここには何か危険なものがありそうだ。ちょっと後にしようと思ってね。先に部屋の中を調べよう。いろいろと興味深いものがありそうだ。足の下に何かがあるのは間違いない。だが見に行くのにはそれなりの覚悟が必要だ。おじけづくか。うん。いたぞ。棚の上に段ボール箱がある。なんとか手が届きそうだ。箱の側面にはマジックで何か書いてある。落とし物までは読めたが、残りの文字ははっきりとしない。めっちゃ手に入った。口紅。落とし物箱の中に入ったやや古びた口紅。蓋を外すと赤い色彩が目を引く。使い減っており非常に短くなっている。赤のボールペン。可愛らしいキャラクターのイラストが描かれている赤いボールペン。キャップはなくなっているがインクは乾いておらず使用できる。女子の上履き。赤いゴムで覆われた子供用の上履き。甲の縁布地に所有者の名前が書かれていた形跡があるが、黒く汚れてしまい読むことができない。どっしりとした木製の整理棚だ。相当な年代物のようだ。戸棚の角は丸く削れている。
戸を引っ張ってみたがガタつくだけで開く様子はない。何かが引っかかっている。取り出しては見たものの使い方が思い浮かばない。ここはペーパーナイフでしょう。違った。どれだ。もう全部使おう。全部ダメじゃん。ん？よく見ると引き戸にはネジ穴に差し込むだけのごく単純な鍵がついていた形跡がある。鍵そのものは紛失したらしくどこにも見当たらないが、ネジ穴に何かが詰め込まれていた。木質のそれが鍵の代わりをしているようだ。戸棚を開けるためにはこれを何とかしないといけないだろう。これアイテムか。芯を使えばネジ穴に詰まったものを押し出せるかもしれない。さすが萌えより器用さがあるだけはある。不意に手応えが消え、芯が向こう側へ突き抜ける。中には赤い筒が転がっていた。発煙筒を手に入れた。非常時の信号灯だ。そのためには車には必ず。小指ほどの長さもあるトゲ。さっきのネジ穴に詰まっていたものの正体だ。きっと取られたくなかったんだよ。だから穴にトゲを。これが怖いのかな。花彦くんの弱点ってことか。ん？違う。消してない。消えたんだ。哲学。うるさい、黙れ。ああ大人げないっすわ。まだ電池はあるだろう。まるで心臓マッサージだ。うまい。ついた。と同時に背後の扉が大きくたわんだ。印が焼けつくように痛む。死はもう隣の部屋まで来ている。時間はなく逃げ出すことも不可能。落ち着け。とにかく最短の時間で危機を乗り切る術を乱すんだ。乗り切る術を最短で。ボールペン便利やな。入れ。行くぞ。なんか見えるな。うん、めっちゃシュルシュルいってる。何かを引きずるような音はやがて遠ざかっていった。
もうなんか骨っぽいものが見えるんだよな。揺るがしようのない結末が、それも最悪のものが今目の前に転がっている。めっちゃ苦しそうな顔してる。苦悶の表情ですな。それは植物のツタのように見えた。バラ異様に鋭利な棘、そしてまばらに開いた赤い花弁。遺体、そして床を飾っているのは本物の生きたバラのようだった。その時不意に視界が霞み。バラに囚われた女性の死体が目の前に現れた。なんでこんなエロいんですかね。エロシーン来たー。お見事。ボエには見えていない。助かった。誰かが何らかの意図を持って死体を装飾したのだろうか。あるいはそもそもあの光景のようにバラに囚われて。なんか動いた。なんかいるってか。干からびた死体がある。死体は異様な形に身をくねらせ、今この瞬間も苦しんでいるように見えた。恐る恐る死体のあちこちを探ってみた。すると足元のツタの合間に何か光を反射するものが落ちていた。丸手鏡。手鏡とくれば女性の使う道具だろうが。鏡。これには何もない。うん、それではお待たせ。マットレスは全体的に変色しているが、汗のシミらしきものが見える。ここで誰かが生活していたようだ。それもかなり長い間。マットレスからはじわりと黒ずんだお水がにじみ出た。汚な。下水のようなひどい匂いがする。マットレスをずらしてみると下にはビニールシートが敷いてあった。ビニールシートを手に入れた。かなり厚手のシートだ。防水のために敷いたのだろうか。シートの表面は真っ黒に変色している。最初はカビでも生えているのだと思った。しかし広げてみるとパリパリと音を立てて赤黒い汚れが舞い散った。これは血だ。血まみれのシートを手にしたまま呆然とつぶやく。それに応えるように耳元で何かが囁いた。
その者の血はその者を拒む。なんかいるって。すると化け物じゃない、俺はれっきとした人間だ。誰や。兵長来たー。化け物に出会ってここに逃げ込んだんだ。そこに貴様らが来て、貴様とりあえずあそこに隠れていた。納得してないって顔だが、まあ当然だな。こっちにも話してないことがある。話してやっていいが、その前にここから出るぞ。現状で話すことはない。帰るところがあるのか。そいつはいい知らせだ。ならさっさと行くぞ。なんやねんこの仕切りや。自分は増田悟、元刑事だ。遅れるなよ。やねんこいつ。いない？いる。貴様らが来た時もこんなだったか。まあ、綺麗。バラのツタだった。俺が来た時もこうじゃなかった。印がさらにその色を鮮やかにした。未明、死の刻限まであと数時間。特に敵意はなくても自然と相手を身構えさせる人間というのはいるものだ。この真下という男はまさにそういう人間のようだ。ほう、なかなかいいもん持ってるじゃないか。おい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 、こちらの所持品検査を始める始末だ。観察するつもりなどなかったのに自然彼の言動を確認せざるを得ない。疲れてるな。もう警官じゃない、あくまで個人的な調査だ。確かめたいことがあったんでな。痛みますね。調べてたのは行方不明者だ。失踪者複数名の足取り調査であの学校が浮かんだ。いずれも失踪前に何らかの形で H 小学校に関わっていた。教職員、出入りの業者、母体の学校法人関係者、生徒とその父兄、
そいつらを探してた。だとしたら、その人たち、なんすか？あそこにあった死体は。もちろん上に上げた。そしたらこれだ、これ。首を切られた。部下へのセクハラだったかな、懲戒事由は。あの学校の校長、政治家に顔の利くやり手だな。何か痛いところを探っちまったんだろう。そんなつもりさらさらなかったんだが、行方不明者の捜査線上に浮かんでも何もおかしくはない。確かに常識ではその通りだ。だがそれはあくまで聖者の世界の話。怪異はその事件に関係しているのか。そういう意味で言えば、これはもはや事件ですらない。誰が信じる。あの学校には化け物がいて人間たちを殺してるなんて話を。こいつはもう個人的な問題なんだ。世間から隔絶されたわしたちの名。こいつも印人ってことか。つまり一蓮托生ってことだ。九条館には詳しい。まだ触れないだろう。とにかく帰ったら話を聞いてみればいい。助けてもらえるか。舐められたもんだな。おい、そういえばいたな。なんだ、まだ他にもいたのか。そうか、頼もしい仲間やな、おい。で、貴様らはこれからもその鍵とやらの調査を続ける気か。他に手がかりがないんだ。仕方ないやろ。意味がわからんな。もし仮に印とやらの原因が怪異だとするなら、原因を排除するのが最善だ。そう思わないか。怪異は存在する。なら、ぶっ殺しちまえばいいんだよ。強制成仏。どうやって殺すつもりだ。方法はこれから調査する。だが存在するものは当然消滅させることもできるはずだ。方法はわからないくせに怪異は倒せるという。忘れるな、俺は一度あいつと対峙してるんだよ。とはいえ、もし本気で殺すのなら、あいつ遠くからトゲみたいなものを飛ばしてきやがった。コンクリの壁に突き刺さるぐらいだ。とてもじゃないが近づけない。まずはそいつをどうにかしないとな。すでに戦闘経験ありだという。かっけえな。俺が生きているのは単に運が良かっただけだ。次はない。対策を立てないとな。
様です。リアクションが欲しかったな、マシタの。それをやった怪異の正体が噂の花彦君。マシタの腕に印を刻んだのも花彦君に違いない。だが、あんな真似ができる怪物相手にどんな手立てがあるんだろう。マシタはぶっ殺せというが、そんなことができるのか。おい、ノー。一冊の革表紙の手帳があった。こいつを読んでおけ。あの地下室で押収したものだ。発見した時はバラのツタが幾重にも巻きついていたな。取るのに随分と苦労したよ。なかなか面白いことが書いてあった。手帳の表紙に赤黒いシミがこびりついている。薄気味悪い予感を覚えつつ手帳をめくると、ページの合間からひらりとバラの花びらがつつこぼれ落ちた。手帳の文章はしっかりしていた。書き手の知性と教養が伝わってくる。読み進めていくうち、それがかつての H 小学校の校長だと分かった。神経質そうな細かい文字で記されたその内容は、養子である一人の少年に行った個人指導の記録だった。手記は5年ほど前の日付から始まる。校長が引き取ったその少年は小柄で可愛らしかった。彼はスカートが好きだった。お化粧も好きだった。実際赤いホップをした華奢な少年にはそれがよく似合っていた。だが手記の主である校長にはその趣味が認めがたいものだったらしい。悪癖は幼いうちに正し、健やかな精神を育まなければならない。それが彼の歪んだ欲心を隠す個人指導の名目となった。指導の舞台となったのが例の地下室だ。自宅には家族の目があり、外だと他人の目がある。それに比べれば教職員が帰宅した後の夜の学校ほど安全な場所はなかった。校長は宿直の名目で学校に残り、少年を呼び寄せて指導していた。模範的な教育者としてテレビに出演、著名な教育者である彼に疑いを阻む者などいるはずがない。唯一少年の担任である女教師は異常に気づいていたようだが、校長の権威を恐れ見て見ぬふりを決め込んだらしい。式は後半へ行くにつれて狂気を帯びていく。そこには歪み切った親子の姿があった。日々の指導で弱っていく我が子、華奢な体は痩せ細っていき、赤い方は黒ずんだ土色へ変わっていく。その様子が克明に記されている。だが敵意や憎しみは感じられない。狂心的な真摯さと教育者としての銀次と、体中を舐め回すようなねっとりとした愛情だけはそこにある。式の内容は最後のページまでそのような調子だった。校長と少年がどうなったのか手帳からはわからない。だが今の H 小学校のありさまを見れば推して知るべしか。悪気があってやってたわけじゃないんだ。大人のエゴの犠牲になるのはいつも僕たち子供ですよ。ち、バカな大人ってほんと救えないな。ちょっと、顔に出ちゃってんよ。そこ突っ込まないのか。
手帳の少年と花彦くんがもし無関係ではないとしたら、少年が怪異と化した、そんなことがあり得るのか。非行の死を遂げた人間の恨みや怒り、それは死後も晴れることがございません。そんな淀んだ念が超常的な存在を生み出すことがあります。怪異、幽霊、妖怪、怨霊、呼び方は様々でございますね。皆様もそのような怪談を一つや二つ聞いたことがあるかと存じます。花彦くんもまたそのような存在なのです。現実から目を背ければ先に待つのは死への転落だ。花彦くんはやはり怪異だった。その前提のもとにこれからの行動を考えねばなりません。ところで野様のご報告によれば、皆様の中に怪異を殺すなどと考えている者がいるようですね。念のためご忠告いたしますが、それはおそらくとても困難なことかと。怪異は死の世界の住人でございます。生者をさらに生かすことができないように、死者を殺すことなどできません。もし皆様にできるとすれば、呪われた想念を消滅させることくらいです。つまりどういうことだったかよ。以前にお伝えした通りでございます。死と生とは同じ場所にあるもの。もしそこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。印の呪いを消す鍵、それは怪異を退ける鍵でもあります。その鍵というのは何なんだ。概念的な存在なので私にも分かりませんが、ただ一つ確かなことがあります。怪異の生まれるきっかけとなった土地は、怪異と特別な縁で結ばれています。そこにあるものであれば鍵の役割を果たすかもしれません。皆様には理解しがたいでしょうが、それが怪異というものなのです。鍵となるものを見極められるかどうか、それがあなた方の運命を分けるでしょう。やはり H 小学校の調査を続けるしかないようだ。怪異の呪われた想念、怨念を消す鍵、それが何を指すかは分からないが、鍵を集め正しい方法で怨念を消すこと、それしか本来生き残る道はないのです。時には怪異が畏怖や剣を抱く者を用いる非常さも必要となりましょう。怪異を退ける術は怪異の怨念の中にある。どうかそのことをお忘れなく。ではくれぐれもお気をつけて。これもわかんねえな。さすがに連続で喋ってると疲れますね。やっぱり一部ボイスあり、いやもうこれほとんどボイスなしだな。きついわな。ということで終わりますかね。これからってところでなんですけど、ということで PS4 版シーンの体験版、初見じゃないな、生放送実況プレイでした。お疲れ様でした。